こんにちは、劇花の古谷です。リアルタイムで見ている方はこんばんは、古谷です。今 Uber Eats を頼んだところなんですよ。なので収録中にですね、 Uber Eats が来ちゃうかもしれません。その時にはちょっとカットしますんで、よろしくお願いします。今ね、撮ってるのはゴールデンウィークなんですけど、まあ、ゴールデンウィークもですね、うちは休みなしでですねやっておりますが、その分ですね、週休3日とか8月は1ヶ月の休みとかやらせてもらってるんですけども、まあ皆さんね、ガーデニングもうシーズンじゃないですか。でいろいろやり始めてる方、それから LINE のご質問めっちゃ来てるんですよ。休み返上でですね、返信の方をさせていただいております。皆さん本当に苦労をしながらですね頑張っていらっしゃると思うんですけども、失敗しちゃった方が園芸をやめよう、もうやめちゃおうか、もう向いてないっていう風に思ってる方がすごく多い。とっても気持ちはよくわかります。でもね、園芸をやめないでください。思い出してみてほしいんですよ。多分ね、記憶にはないと思いますけど、自分がお母さんからね、赤ちゃんで生まれて、まあ、何ヶ月か経って何年か経って歩き始めた時、初めてこうハイハイをした時とか、初めて立ち上がった時とか、初めて歩けるようになった時とか、初めて逆上がりができるようになった時とか、初めて九ができるようになった時のことを思い出してほしいんですよ。何回も失敗してきたじゃないですか。何回も何回も失敗したけど、何回も何回も諦めずにやってって、結果的に今は何ともなく、何も意識しなくたって歩けるし、何も意識しなくたって九言えるじゃないですか。なんでそこまでできるようになったかって言ったら、皆さん諦めずにやったからなんです。そこちょっとね、思い出してみてほしいんです。園芸もそうですし、新人としてね就職した時もそうですし、失敗しながらできるようになってきました。女性の方非常に多いと思うんですけど、包丁ねトン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 やるじゃないですか。あれだって最初はもう手とか切りながらやったわけですよね。もう血の滲む努力ってまさにもうそれじゃないですか。園芸もやっぱ同じなんです。やっぱりね、上手な方もいらっしゃれば、始めたばっかりの方はうまくいかないこともあります。そして何を気にすればいいのかも最初は分からずにですね、とりあえず見よう見まねで鉢植えを買ってきて、植え替えて、日向に出して、みたいなことをやりますよね。お水をあげて、肥料をあげてやってきますよね。でもやっぱ枯れてしまったりとかっていうことがあるわけです。もうなんかお花生き物だし、かわいそうだし、もう私には向いてないからやめようっていうふうに思う方たくさんいらっしゃると思うんですけども、お花ってね、あなたのために枯れることによって教えてくれてたりとか、病気になることによって教えてくれてたりとか、そういったことがあるんです。なのでそのお花にありがとうって言って、そのまま、まあ、お墓を作るまではしなくてもいいんですけど、まあ、ご処分していただいて、新しい花をお迎えいただいて、その失敗を生かしながら育てていくっていうことを繰り返し繰り返しやっていっていただけると上手になってきます。僕もって一番最初、初めてね植物を育てたのは、初めては小学校朝顔の種からやったこととかね、あとはひまわりの種植えてみたりとか、高校生の時に観葉植物買ってきて育ててみたりとか、いろいろやりました。おっと、ウーバーイーツが来てしまいましたので、しばしお待ちください。すいません、お待たせいたしました。高校生の時に観葉植物を育てて、やっぱ枯らしちゃったりとか、いうことがありました。植物って難しいなって思って、しばらくね、間が空いて、怪人になって、また観葉植物を買ってみたりとかっていうことを繰り返し繰り返しやってきたわけですよ。で、まあ、たまたまですね、この仕事について、植物っていうのを、お店で管理しなきゃいけないっていう状態になった時にも、たくさん枯らしてきました。で、枯らすたんびにですね、やっぱり少しずつ上手になってくるんですよね。僕も右も左も分かんない状態から花の業界に入っていって、上手になってきたわけです。まあ思い出話で言うとね、真夏、お花を仕入れてきて、コンクリートの上にドンって置いたんですね。しばらくしたらですね、10分か15分ぐらいかな、またその仕入れた花を見に行ったら全部枯れてたんですよ。当たり前ですけど、真夏のコンクリートの上にお花をね、ドンって置いたら、下がもう暑いんで、しおれます。まあ根っこがね、ゆだっちゃう状態になります。今だったらわかるけど、その時わかりませんでした。それすらもわかりませんでした。なので、なんかしおれちゃったから、なんだろうなんだろうってお水をあげてね。で、そのまま腐っていったわけですよ。僕としては、その自分のお金を払って、仕入れをしてきて、気に入ったお花を仕入れてますからね。
なので、まあ、ものすごくこう悲しい思いをしたわけですけども、何回もそれを繰り返してって分かったのが、コンクリート直置きってダメなんだなってことが最終的に分かって、トレイをね逆さまにしてこういう状態にして、その上に置くっていうことを学んできたりとかありました。植え替えに関してもそうですね、根っこをほぐさずに植え替えをしてね、寄せ植えとか作ってみたわけですよ。1ヶ月経ってもね、引っ張ったらズボーって抜けるわけですね。あ、根っこってほぐさなきゃいけないんだなってことを覚えてきたわけです。なんだかんだでまあ花屋さんをやり始めて18年とかって経つんで、今はまあ大体のこと分かりますけども、皆さん何年目ですか？初めてやったとか1年目とかっていう方もいらっしゃるわけじゃないですか。でもね、諦めずに5年10年ってやっていけば必ず上手になっていきます。初めから上手な方なんていないので、ぜひ園芸続けていっていただければと思います。ということでね、今日はお花の育て方ではなくて、古谷からの応援メッセージということでお話をさせていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。お花のことでね、わからないことがありましたらば LINE の方でご質問、お受けしてます。頑張って返信しています。手が空いた時にね返信してますんで、気長に待っていてください。概要欄の方にリンク貼ってあります。そして、育て方、1から10までちゃんと学びたいっていう方は過去動画、たくさんあります。それぞれのお花の育て方たくさんね出してますんで、それね育て方動画サーチっていう LINE がありますんで、そちらも登録していただいて概要欄に入ってますんで、ぜひよろしくお願いいたします。ということで、この動画面白かった、役に立ったっていう方は高評価のグッドマーク、そしてチャンネル登録もお願いします。ということでまたお会いしましょう。さよなら。